本日の試合は南米クラブチャンピオンシップ第2ラウンド第2節オイギンス対アトレチコミネイロコナミスタジアムよりお届けしてまいります。解説北澤さん、実況はジョン・カビラお届けしてまいります。北澤さん、今日はよろしくお願いいたします。どうもこんばんは、よろしくお願いします。さあ選手入場です。勝者はどちらなのか。さあ間もなく試合です。キックオフ、南米クラブチャンピオンシップ第2ラウンド第2節オイギンス対アトレチコミネイロ。オイギンス、この試合 4-3-3 というシステムで臨んでいます。どうご覧になります？そうですね、前線のウィング的な役割をする両サイドが中央から相手ディフェンスをいかに引っ張り出せるかがポイントですよね、さらにそこに空いたスペースにセンターハーフやオフェンシブハーフが飛び込んでいく2列目からの飛び出しですよね、そうなってくると 4-3-3 のシステムではボランチが起点になってくるんですよね。なるほど、ボランチなんですね。そうですね、この場合はアンカーですよね。なるほど、ボランチは中盤の底から起点となってビルドアップしていく攻撃型と、ひたすら走ってカバーやプレッシャーに行く守備型、どちらも意識してプレーしないといけないですからね、そのバランスを考えていけるかがどうかがポイントになってきますよね。なるほど、キーパー前へ蹴り出します。ここは競り勝ちます。レオナルド・シウバ、アギア、長いボール縦へ、サイドを縦に走らせます。大きく縦へ、ここは競り勝ちます。ボールを下げてリズムを作るか、チャンスだ。裏へのスルーパス、抜ければチャンス、インターセプト。一旦クリアで落ち着かせます。
げる。右サイド上がっていく。スルーパス。今日の立ち上がりなんですが、両チーム、北澤さんはどうご覧になりますか。まあ、今の段階で仕掛けていくのか、あるいは相手の出方を伺うのか、まだ分からないですけどもね。序盤ですのでじっくりそのバランスを見極めてほしいですね。前線へこの長いボール、ここは間合いを取る。ガランドリア、前半16分です。ここまでは両チームとも0対0、時間は前半中盤に差し掛かっています。裏を狙っていきます。ここはカットします。ロビーニュからのパスは通りませんでした。積極的に足を入れてきます。カランドリア、ルアー、ここかわす、来た、シュート、ポスト左をかすめていきました。今のはなんとかカウンターを回避したというシーンでしたね。いい攻撃をしていても相手チームは奪ってからのシュートまでの速さを持ってますからね。常にリスクマネジメントを頭に入れておいた方がいいですよね。長いボールを送ります。ビーニョ、ドリブルで上がっていく。とこれはつながりません。アギアル、さあ右へ預けて、カットです。前にもいますよ。ボールを上げる、取んなかったですけど大きな揺さぶりですよね。恐れよ、縦に仕掛けます。ロビーニョ、ここは体を張ります。アギア、長い縦へのボール、さあつながるか。もういい形ですよ。どうだ、このボールに触ります。自分で行く、左上がっていく。通るのかこのパス。ロビン上げてくる、どうだ、アトレチコミネイロはこの前の月のマンスリーレポートで30分過ぎから前半終了までの得点が多いとデータにありました。今日ももしかしたらそろそろあるかと期待。先制、アトレチコミネイロ、アトレチコミネイロ、ここで先制。一歩抜け出してパスを受けてのゴール、見事なタイミングでした。いや、いい形でしたよね。なんといっても出したのタイミングでしょうね。そして受ける側も入り方が非常に良かったですよね。アトレチコミネイロ、先制ゴールが決まりました。1対0。得点直後の気の緩みっていうものがありますから、まずこのリスタート後のボール、これをきっちり抑えてリズムを作っていきたいですね。アトレチコミネイロはこの前の月のマンスリーレポートで30分過ぎから前半終了までの得点が多いとデータにありましたが、今日はまさにその通りの展開になっています。
組み立てながら攻め上がっていく。縦へのボール、アトレチコミネーロとしてはここに来て無理はしないでしょうね。前半もうすぐ終わりますからね。アーチのようなパス、収まった、フリーだ。恐れよ、アギア右サイドへ振って、裏に味方を走らせる。いいボールだ。ビーニョへのボール、クロス低い、来た、アトレチコミネイロ、アトレチコミネイロ立て続けに得点が決まります。北澤さん、これうまくマークを外しましたよね。そうですね、出し手のイメージ通りの場所にここぞというタイミングでもらいに行く、その動き出し、まさにこのゴールですよね。一見シンプルに見える今のシーンも、実はコンマ何秒の世界で飛び出すタイミングを測ってますからね。相手ディフェンダーよりも早く反応してしまったらオフサイドになりますし、この駆け引きこそ最高に難しいですから、見事なゴールですよね。さあ、アトレチコミネイロ、さらに1点を追加し2対0としています。いや、こうやって追加点が決まることは全体的にチームが乗ってきていると言ってもいいんじゃないでしょうかね。非常に意味のあるゴールと言えるんじゃないでしょうかね。ロビーニョ、低いボールを入れる、アギアル、長いボール縦へ、ここは競り勝ちます。ここでファールをもらいます。ホイギンス、注意に終わります。ここでファーストハーフで終了。引き続き15分間のブレイクに入ります。いや、この2点目はね、そのまま終わるんじゃないかなというところでのね、追加点でしたからね、はい、そうですね、このゴールは大きいですよね。ですが相手もまだまだスピリット旺盛ですからね、後半期待したいですね。アトレチコミネイロ2対0とリードして後半へと向かいます。さあ、ご覧のようにセカンドハーフスタートしています。サイドを使う、いい展開ですね。どうだ、ロビーニョ、さあ左サイドへ、このスルーパスは通りません。スルーパスを出す、長いボールを送ります。大きく縦へ、ロングフィードで狙う、バビーニョ、スルーパス、フアンカサレス、縦へのボール、フアンカサレス、ボール入りましたよ。コーナーキックです。この試合初めてのコーナーキック、これはスローインとなります。サイドのスペースへ走らせる、シュート、いや惜しいシーン、しかし相手の守備の対応が一歩遅れたのか、危ないシーンでした。オイギンス、いい状態でシュートを打ったんですけどもね、ちょっとシュートコントロールがうまくいかなかったですよね。
ここは競り勝ちます。来た、これはディフェンスの看板のプレーにしっかりつけ込む、いいシュートでした。アトレチコミネイロ、点差は3点、試合が決まってしまうのか。ここはいい位置に詰めていました。まさにポジショニングセンスが光ったゴールですよね。しっかりと次のプレーを予測しているので反応ができるんですよね。見事ですね。さあアトレチコミネイロ、現在3対0と相手を多く突き放すリードをしています。裏のスペースを狙う、このボールに触ります。速いパス回し、素早いパスで攻め上がっていきます。シュート、残ってまだルーズボールになる。最後ヘッド合いません。オイギンス、決定的とも言えるチャンスのシーンがありました。オイギンスとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってますよね、うん、俯瞰して物を見るというこれまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。どうだ、シュート、決められなかったか。中央十分相手を引きつけたことによってセンター不利になりましたよね。恐れよ、オイギンス、先ほどから前線の両サイドが外に開いているように見えますが、北澤さん、この意図はどういうものなんでしょうか。タッチラインまで相手ディフェンダーを引っ張って選手間の距離を広げることで中央にスペースができやすくなりますからね、そこに2列目以降の選手を飛び込ませる意図じゃないでしょうかね。なるほど、カランドリア、裏に味方を走らせる、ふわっとしたボール、どうだ、長いボールを送ります。パスでつないで攻め込んでいきます。オイギンス、さあシュートレンジだ、シュート、接いってしまいました。ロビーニョ、パス1本で裏という選択肢もありますね。裏を狙っていきます。北澤さん、ここまでご覧になっていかがですか。アトレチコミネーロとしては守りに行くのか取りに行くのか、チームとしてはっきりしておいた方がいいですよね。さあロビーニョへ、裏のスペースへ、堅いディフェンス、ロビーニョ、オソリオ、縦にボールをつないでいきます。さあつながるか、
フエンテス、ここは足を出して踏ん張ります。裏へのスルーパス、ルアー打っていった。これはキーパーファインセーブです。奪ってから鋭い攻撃ですよね。ゴールを目指すっていうね、はい、そういった意思が感じられますよね。そうですね、相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。お、いい形ですよ。シュート、あ、どうだ、シュート。来たー。オイギンス、さあ追いつくことができるのか。あと2点で同点です。キーパーがファンブルしたボールをゴールに押し込みました。おそらくセカンドボールを予想してのポジショニングでしたよね。落ち着いていい位置に詰めてましたよね。さあオイギンス、流れを変える1点となるんでしょうか。バビーニョ、味方を走らせる。この柔らかいパス、ソリオ前線にボールを送ります。アーチのようなパス、いい展開ですね。左サイド上がってきます。ロングフィードで狙う。抜けてくる。裏のスペースを狙う。このボールをカットします。どうだ、ここは中に入る。おーっと抜けてきましたね。チャンスだ。来ましたよ。左へ預けて、もう一つ前に行きたい。オソリオ、フエンテス、アギア抜けてくる。柔らかいボール、頭決めた。アトレチコミネイロ、これで点差は3点です。頭で流し込んだ、見事な一発。いいシュートでしたね。焦らず落ち着いてしっかり頭で決めてきましたからね。
トレチコミネイロ3点リード。チェコを受けながらのドリブル、スルーパスを出す、抜けた、フリーだ、コース空いた、突破できるか、シュートまでいけるか、来た、追加点、アトレチコミネイロ、アトレチコミネイロ容赦ない一発。見事なドリブルでした。シュート前に勝負ありでしたね。そうですね、ドリブルでゴール前に持ち込んでね、普通はちょっと焦ってしまうところなんですけどもね、はい、続いて確実に決めてきましたよね。そうですね、今日2点目のゴールです。さあアトレチコミネイロ、ゲームの主導権を完全に手中に収めています。アトレチコミネイロとしてはこう立て続けですと勢いがありますよね。相手チームメンタル面でダメージ食らった。ここで終了を告げる長い笛、5対1、アトレチコミネイロ一方的な勝利、結局相手を寄せつけませんでした。北澤さん、試合を振り返って一言お願いします。アトレチコミネイロとしては攻撃的で非常に迫力ありましたね。素晴らしいシュートシーンも見れましたしね。はい、ありがとうございます。さあ放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、いろいろお話ありがとうございました。ありがとうございました。南米クラブチャンピオンシップ第2ラウンド第2節、アトレチコミネイロ見事勝ち点3を得ています。